ルルール3今度は3つ目の、えーはい、ルールなんですけども、はい、軸引っ張り合いってことになるんですけど、はい、基本はこの軸がまず安定しててこの軸を利用して引っ張り合います。引っ張り合うううここれででで最後の飛ばしできますすういう感じです、はあ、ほとんどの方は一緒,、ね、<laughs> 一緒に、ね、<laughs> 加速しないっていうことですよね。 でこれが面白いのは、えっ、ー、とゴルフっていうか、例えば100メートル走もそうなんですけど、うん、走る時って前に重心を倒して転びたくないから手と足が早く動いて速く走れるんです。ですギリギリのとこで前,、うん、前に倒れないぞっていうバランスが一番早いんです。うん、ゴルフもバランスよく作っておいて最後にバチンとこう引っ張り合うわけですね。プロのこう。 インパクトの見てると結構なんかありえない感じにバチーンって言ってますよね。あのこういう感じですよね。はい。その引っ張り合いってことですよね。その引っ張り合いです。うん、でまあ一言でわかりやすく言うと溝落ちが離れるってことです。離れる。ーボールから離れてきます。離れる。例えば右下にリリースしたいとしたら、うん、それと反対方向に離れます。 うんちょっと軽くドリルをしますの、ねはい、これも本当ハーフショットでいいので水、はい、落ちを、はい、ポーンとこっち側に離します水落ちを、はい、ポーンとこっち側に離します離す,、はい、離すっていうのは後方線上この方向に離れていきます手は右下に動いてくれます ハンマー投げでバーンってコチッとしますよね、はい、それをちょっと低い方向にハンマー投げせる感じですそこでストップそしたら僕引っ張るんで僕は戦ってください溝落ちからはい。こんな感じでで戦ってほしいですこんなになるんですかはいこんなに頑 <laughs> 引っ張り合いでの違和感はもちろん実践のハードルは格段に上がりますが <laughs> 同時にスイングの加速度も格段に上がりますそっからポンそうそうそう離れるだけ離れかっこいいです、はい、そうそう腕が最初はねじねじるっていう作業をしたんですけどこれやるとねじられるっていう作業変わります勝に勝手にねじれましたよねこうなってました,ねなりましたよね、はい、そこをちょっと意識してあげるといいかなと思うので、はい、ぜひやっ、はい、頑張ってみてください <laughs> はい、はい